な使おうとすんの。わーすげえ吹き抜けだ。おはようございます、お願いします。吹き抜けだよ。いや最近ね結構いい歌流れてるとこ多いんですよね。マンウィズアミッション、はい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 。うわーうわー、そういう感じだ、そういう感じだ。番長、番長行く、番長も行けなくはないな。あでもサスケ行ったからやめよう、サスケ行ったからやめよう。あそうだ、化け物も追加されてんだよね。でもまあいいや、 俺もそうそうそう、それでびっくりしたんだよ。あです。いや久しく打ってないんで、こいつだったらコット弾けると思う。まず一回ね、今年ごと童貞なんで、それをちょっとなんとかしたいと思います。よろしくお願いします。ということでハーレスでございます。やっていきましょう。さあということで何を思ったか、正宗に来てみました。まあハーレス多分あのままやっててもね何も起きなそうな雰囲気あったんで、まあ今日せっかく時間があるんでね、まったり遊べつつワンチャン狙えるということで、まあかねてよりおすすめはいただいてた台なので遊んでみようかなと。なんかね番長シリーズがねめちゃくちゃいい感じなんですよね。なのでまあ同じダイトということでワンチャンあればいいな。いやダイトで並んでんだよねこの店。番長の横正宗、そしてその横が五右衛門。なるほど、じゃあ演出を理解するとこから始めないと。これかな、チャンス目っぽい。めっちゃ滑ったぞ、つまりそういうこと。なんかいい流れっぽい。はい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 、知ってるよこれ。とりあえずねこのサブミッションみたいなやつをねいっぱい引いて、当たりに近づけましょう的なね。お、黄色の子役で。そこで3ゲーム間で目にしてば33%ぐらいで。おお、33%。ベルなら弾けそうじゃない普通に。ほらベルなら弾けると思うよ普通に。33%でしょ、3回弾けばいいでしょ。ああないか、もう1回。おーいいね、2回。さすがに 66% ってことでしょ。はい、ゆきた参戦。こいつ浮きたっぽい。こいつ浮きた。チェリー、スイカ、ベルで、こいつはチェリー。対決中にチェリー引けばいい。対決中にチェリー。なるほど。やおめ、兄
ットだな、これチャリを引けって。おお、うまっうまっさすがにもろたやろ。よし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 。すいません、あのいろいろねアドバイスいただきながらじゃないとちょっと戦えないんで。そこでやることは1個だけです。もう赤光器出すこと。赤光器を出すこと、はい、なるほど。でさっきの白光器だったからダメなんだ。 あれはもう、まあ、ゴミってことです。そうです。オッケー、分かってました。もうホテル戻った方がいいレベル。せちがれー、それせちがれーな。ちなみに共通って3連チェリー。いや、さっき対決中に弾いたのが教授で、音が変わるんで。あ、なるほど。右の中段に、リプレイがあるフリーをして大丈夫。なるほど、なるほど。これベーシックだね。で、こっからいや、それ下皿に手を置いてください。下皿に手を置いてください。あるんすか。下皿、下皿に手を置かないとダメです。理由聞いてもいい。右ボタンを、右の十字キー、右の十字キー、はい、はい、あ、もう大丈夫。もう大丈夫。ちょっと教えてよ。いや、今ので、はい、真ん中にシュイーンってなったじゃないですか、はい、あれが、まあ、決戦ポイントっていうのが溜まってて、はい、溜まった時に右の十字キーを押すと、まあ、ある程度溜まってると何らかのセリフが出て出してくれる。なるほど、はい、これなんかいっぱいあのチャンスがあるってことだよね。それがチャンス名、チェリー、スイカ、MB 対応で、はいはいはい、その対応薬をいくと対決に行きやすくなります。こういうことだよね、はい、それ50パーですよね。合戦強行薬で100パーで、ジャック役で50%、シャメで66%の、MB で 33%。 おー、でも結構いくね。めちゃめちゃ、それもうベルがついた時がバカヤバい。下皿に手を、そこまで決まってんだね。いや、もうあの時絶対デフォです。なるほど、はい、いや、風を感じるってこと。いや、甘い、甘い。静かな、程よいバイブが来る。あー、そういうことね。それがめちゃくちゃ気持ちいいです。程よいバイブ。いや、マジ程よいっすよ。気持ちよくなっちゃうやつ。いや、もうめっちゃ気持ちよい。あ、マジか。これも10回は行ってますね。その短時間で。いや、もうやばいっすね。発目せよ言うたよ。発目します。はい、これ協定です。これ弱点です。あ、これはリプレイってことか。あ、すいません。まあそうですね、3連チェリー狙ってる場合は3連チェリーじゃなければ。なるほど。強制なんで、まあ 100% いきます。ただあれだよね、あんまり対決いっても勝てないパターンってことだよね。いや、浮田は割かし頑張れば。おー、それはチェリー引けってことだもんね。そうですね。どこ押すの。え、押さな、え、もう押さなくていいっす。特に何もなさそう。これもう終わりです、はい、で、それプッシュ押すと、あー、最近のね、はい、1、3、2、3、2、1 3、1。なるほど。左ファーストの異常な多さってことは左ファーストじゃね。まあまあまあ、そんなもんっすよ。プッシュ、プッシュ押して、あー、全然逆だったね。中身に行まあこんな感じです。ういっす。まあ、あんま分かってないけど、まあなんとなく分かってくるよね。で、その敵の演出も今の浮田と、トシエじゃない、トシエの場合は MB 対応で影勝がリプレイで、なるほど、
あの家康さんの黄色いおじいちゃんのやつが、はい、斜めベル対応なんで、なるほど、それが外れるとちょいやつ、まあ、ちょいやつっていうか何かしらにいるのかなっていう、前兆したってことですね。意外と2人ともムキムキやお、サスケさんが横のサスケさんがこれっつってる、まあ、天下道っていうのは修行だよね。違います。番長で言う、あ、違う、違います。違うんだ。それもこの時点で当たりが決まっているチャンス度みたいなもので、大体 40% おう。ただレアボヤベで書き換えてくれるので、まあ、やれば分かります。分かりました。ギアスのリベリオンアタックみたいなもん。なるほど。決まってて書き換えあるよってやつ。いや、もう閉店コースいや、もうマジやばい。閉店コース、いや、マジマジマジまあ、消化ステップアップしてる感じ。なるほど。これなんかオーラが色が変わったら良さそうだよね。いや、だからステップアップですよ当たってたねってこと。当たってたねってこと、それか弱点で書き換えたかって感じ。じゃあこっからっすよ。こっからっすか。こっからっす。いや、ここもめちゃめちゃかっこいいんですよその演出自体がね。いや、違う違う、ちょっと待ってください。普通に打っててください。いや、普通に打ってていいです。普通に打ってていいです。これやばくないですかこれいやいや、払い出しもバカかっこないそういうことね。いや、もうちょっと片耳外そうかな。いや、濡れちゃったまあ同じなんですけど、はい、揃えれば秀吉です。確定。いやー、やったくせ。うわ、重要し。いや、なんかにちょっと決めないとダメかもしれない、あれは。あれ今なんて言いました。全然聞こえなかった。いやー、これが場外か。でやねん。ジャック結構分かりやすいこいつ。めっちゃ触れてる。なんかこれ楽しい。あー、三女なんだか。
いい、かっこいい。そしてチャンスム、そしてチャンスムじゃないや、強チェか。さすがに強いでしょ今のは。対決自体は 100% いけってことだよね、強調だから。うわ、助けろ、チャンスね。書き換えたね、おそらく。お上手、お上手かな。どっちだ、こっちか。いいね、楽しいね。おーおーおおお、なんかすげえ偉そうやん、すげえ偉そうやん。秀吉決戦や、これが噂の。来たー。はい、教え順に従って7を狙います。はい、簡単。で、あとはもうこれを連続させるだけだよね、いかに。あ、嘘やろ。5分だからね。はい、80。なんかすげえ下手くそ感あるんだけど。あー、やばいか。1、2、3、3、1、2。あー、やっぱ左ファースト強い気がするんだよな。ハサミ3回前6回前9回前3、6、9。ハサミじゃね。よしやはりもってこい、もってこい、もってこい。まあまあまあ、先ほど当てたので、3、1、2。残念。まあよく当てたわ、さっき。立っててくれてもいい。おっと、
毛利まで来たぞ。さあそしてステップアップ、MB、 いいね、3つこれはいったやろ。よし毛利確定言ってたね。これ行けば行くほどいいってこと。なるほど、7を狙え。さあシングル頼む。首押し決戦でからのめっちゃいけいけいけ。さあおっしゃー、2回目はやっと。そして MB 継続率いいやつ。頼むで。よし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 、まあまあまあ、100超えたぐらいが、ね、ちょうどいいぐらいですか。頼むね。いや、そろそろに来る気がするんだけどな。セーフセーフセーフです。セーフセーフ。あ、リプレイだ。いや、まあまあリプレイ、転落じゃないリプレイ。あぶねあぶね。これ多分1個目当たってるよね。よしやっと当たった。今の2角です。2回目かな。2角です。ん2角です。あ、2角ね。からのからのよ。なり対決に。わかんねえ。
これはなんか普通のやつだっけ、なんだっけ、偶数で出やすい。1、2、3、残念でした。通常2回目だ。危うく寝そうになってた今。頼む、赤でも十分でしょ。なんでやねん。よし、あぶねー。しゃー、助かった。決めました。強そう。うわ、でもなんかおみくじの色はすげえ。からの、うわー、3回目3回目だ。カモンカモン、めっちゃ弱す。おお、青で行く青で行くんですね。さすがに、さすがにもう当たるわ。もう当てれる。ピナナ、しかも押し順出てる。よし、
これはさすがに。ありがとうございます。ようやく、ようやく。4回目かな。ここの、ここマジでここ伸ばさなかったらマジでもうやめた方がいいわ。大丈夫でしょう。初めて見たこのチャンスアップ。よいしょ。まだいける、まだいける。今日1ですね。でも320。なるほど、そういう感じなんですね。リベンジできた。あと1回。ダブルトライが欲しいな。おお。いやだからあと1回。そういう意味で。あと1回でそういう意味で。すいません、素人なんで。素人なんで。いやこっからっすよマジで。こっからっすよね。マジでこっから。85%9。マックスなんで、マックス90。まあまあ捕捉しとくよ。頑張ろう。続けないんだよね。ナンパーだろうが。すいません。素人あの音にびっくりしたので。超気持ちいい。頼むぜマジで。もう ここしかないところだからね。本当。一番の見せ場。大丈夫だよ。落ち着いてこい。よし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 。もういきなり。いいぞ。
ボンチョ。それはまあまあそうまあそう。うわじゃねえ。よし。まだまだ。当てれば戻ります。当てれば戻るよね。当てないといけないんだよね。いや当てれる。さすがに俺もう4回ぐらい外してるから。来い。なんでやねん。いやまあ信じるよ。死ぬほど乗ってるって信じてるよ。さすがに3丁で終わらない。なんでや。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと頑張ろう。でもダブル総配3回ぐらいあったし。もうやめて。ダンクはやだ。あれインボ。よし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 。はい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 。250からの。はい310。うい。いいよ。690。ふう。1000いかなかったね。ちょっと弱い。ちょっと弱い。いやでも今日一なんで。いやよかったよ。でもだからこっからある。そうそう、合間にねいっぱい弾ければいいからね。終わらねえな。ここで。よし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 。どんどん行こう。今度こそ行ってしまいますか。
楽勝。えいえ、さらにか、おおおおお、まだだった。それでもいけるっていう。もう一発だ。いやー次はどうしようかなー。あーダメか。16、やはり4桁はお預けらしいっす。連続秀吉、よし終わる。いじみしてろ。5224枚、めっちゃ頑張ったね。でもね初めてでこんな出てな、十分ですわ。楽しかった、めっちゃ。なんか一応でもなんか引き戻しみたいなのあったりするの？いや、それはない、まあ、ないんですけど、まあ一応降格なんで、それだけ見ましょうか。そこいるだけちょっと余裕あるんでね。そうっすね、5000枚あるんで。はい、5000枚じゃあそうなんですよ、5000枚あるんですよ。で、なんかすごい久しぶり久しぶりに5000枚持ってる。しかもだいぶね、大勝ちですからね。いや、そうですよ、久々の。いや、もう何ヶ月ぶりかの。いや、でも超楽しいな、まさむね、超楽しいな。いや、超面白いですよね、やっぱり、ね、超面白い。よかった、よかった。いや、これはわかるわ、本当に。いや、今日出なかったら多分反対のこと言ってたけど、あやっぱね。いや、よかったっすよ、っっす。一番楽しいとこ、今日遊べた気がする、はい。あ、もうあとフリーズだけです。そうだね、フリーズも言うて超秀吉なんで、まあ実質お疲れ様でございました。ということで時刻が21時半でございますが、打ち切りましたね。まあ朝一ねハデスからスタートしたんですけれども、そこでねちょっとハマってしまったんでハデスを見切って、初めての、正宗、挑戦しまして、
、みんなが楽しい楽しいって言った気持ちがようやく分かりました。まあ、ハネスの、持ち玉で、政宗が遊ぶことができて、で最終的にドカンと吹くことができたので、投資がですね、2万3000円でございます。で回収がドゥドゥン、見えるかな、はい、見えないですね、完全にピンボケでございます、はい、5835枚でございます。素晴らしい。ということで、4700枚ぐらいプラスですかね、おそらく。はい、ということで久しぶりの対象じゃないですかこれ。いやもう本当に4000枚クラスとかね、ありましたけど、まあね、ちょっと入れてたんで、はい、入れてたんでもう素直に朝一低投資で、バコッと出せたのは、特にマッサムね、あれ、いやもう初めて打った俺が言うのもあれなんですけど、あれ6だと思います。まあそうでしょうね、はい、あの通常3回引けましたし、ね、チェ、ジャクチェ、スイカ、カウントして、まあ、中盤ちょっと危ないと思ったんで数えなかったですけど、数えているうちは、余裕で6を上回れるぐらい引いておりましたし、なんかもう火の打ちどころがない6だったんじゃないかなという感じでございました。でお店がね、まあ、強えんだ本当に。正直今までいろんなお店行ってきたけどトップクラスじゃないですかね、うん、いや本当に年一のイベントっすかみたいなぐらいお祭り状態で、もうどの機種行ってもなんかね、ゴリゴリの設定っぽいのが転がりまくってて、まあ、前代っぽい機種もあったりとか、もう本当にね、何でもいいかとりあえず座っとけぐらいの感じだったんで、僕はいろんなところであそこ強かったよっていうかなと思います。はい、本日実践させていただいたお店はケイズ金沢店さんでございます。結構なんか商業施設の中に入ってるんでね、車でペロッと来てペロッと入れる感じなんで、まあ、僕はさっきペロッと迷子になりましたそうっすね、はい、でも中にフードコートとかもあったりして過ごしやすい感じなんで、はい、ぜひぜひご来店いただければなと思います。久しぶりに5番無双っぽかったな。ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。